とこう見せて、ここにやばー、見せて出てる、見せて出てる、水垂れてる、お肉あります、見て、はい、いやこれワンチームじゃなくて、あ、全体に全体で1本です、全体で1尾、はい、これ捌く人誰、切り身に近いような状況にはしてもらえます。あ、なるほど、内臓とかとかってこのブリと、この生き牛を使って、いや熟成肉よ、使って料理をしてもらいます。でこれを、この後ですね、何、食品売り場に行くので、調味料から、買って、メニューを考えていただいて、作ってもらう形になります。なんでみんなで買い物に行きます今から。肉の部位が違いますね。こっちもも肉です。赤身重視のところ。こっちロースですね。刺し。はい。あ、でもなんかロースなのにすごい刺しが。刺しがすごいですね。ロースって部位的に言うとカルビーのところなんですけど、ちょっと違う微妙なところなんですけど。ロースとカルビーの間。そうですね。ちょっと部位的に少ないところなんですけど、結構刺しがいいところを。めっちゃ貴重なところだよ。めっちゃこっちは柔らかいです。赤身の方は結構残ってるので食感が、たたきとか、まあ、結構炒めても柔らくなるので、炒めすぎるとちょっと脂っこいので、まあ、料理方法になんか考えてもらえれば。ありがとうございます。はい、どっちも使えました。うん、どっちも使えます。もうめっちゃ本じゃないです。4等分して渡します。はい、はい、じゃあ持ってくれ、どうしよう、わかんない。ソニー、ちょっとよろしくお願いします。料理得意な人いるの？はい、あ、待って、ダメだ、料理できる。うちのチームいないじゃん。だから微妙に勝てない。自称。絶対自称だ。絶対料理できない。何がいいかな。ママ帰ってこないから。ママ帰ってこないから。けなげだ。ママ魔女だから。魔女だから。魔女だから忙しい。肉じゃがとか。炊き込みご飯とか。全部作れる。すごい。じゃあ私のチーム強いですね。二人もいる。そうだね。じゃあ一人得意だっすよ、誰？おみちゃん。意味。チンジャオロース。チンジャオロース。チンジャオロースはでもあれでいいんじゃないの？あの牛肉でね。確かに。チンジャオロースにします？チンジャオロース食いたいよ。え？おお。おお。え、どうしよう。チンジャオロース食いたいわ。チンジャオロース。みんな。あれみんなチンジャオロースにしたら味の違いが分かるって分かる。チンジャオロースにしますか。じゃあとりあえず肉はじゃあ1個チンジャオロースにしてみる。え、どっちの肉でもある。え、ブリは自由ですか。ブリは自由にしようか。確かにちょっと口の方がなんか分かりやすそう。ブリ料理は自由で、ブリ料理とだから肉料理を作ってもらうから一品ずつ。一品ずつ。あ、そうなの。え、じゃあ肉はミックスってロースと。あ、ロースだから、あのさっきの刺身みたいなやつチンジャオロースにしても絶対うまくないね。まあでもぶっこんでみよう。大丈夫。じゃあ、チンジャオロースにしよう。チンジャオロース。お肉はチンジャオロース。お題はチンジャオロース。これなんか長い。お題。じゃあ行こう。マジか。仲間に捉えた人これから行こう。仲間割れやめましょう。え、これ取ったのを取り返すってのはありなんですか。ニコ生で尻尾で存在感を出していこうと思ったよね。こいつ。チンジャオロースってさ、ピーマン入れなきゃいけない決まりある。ないとじゃない感じありません。確かに。キラ重すぎだろ。え、じゃあ、なんかさ、チャーハンも好
チンジャオロースピーマン入ってなかったらチンジャオロースじゃないよね。あ、そうか。ピーマンとタケノコと肉の細切り炒めで。なるほどね。あ、じゃあでもちょっとあれ牛チンジャオロースなの。でも分かりましたよ。もう空気がもう取るぜみたいな。下剤持ってませんか？下剤？下剤か。出したい。ブリどうしようか。ブリテリ、ブリ大根。大根が臭くなっちゃう。メンバーが送ってくれた。まとめ。優しい。ちなみにクックドゥとかってありなんですか？ありです、ありです。ありなんですか？もうだから絶対クックドゥ見たって美味しくなんねえんだから。デキエンジョンビはダメ。あ、デキエンジョンビはダメ。じゃあクックドゥならないよ。クックパッドは OK。 それめっちゃパッドいいんだ。今アナウンサーありました。クックデーとかの出来合い調味料は使用禁止です。なんだって。ここのクックデーの箱も、あ、そう、まあ、もうできてね。あ、なんとかのカレーみたいな。そう、まあ、ギリ OK なのがなんとかのカレーだったけど、ちょっとあればクックパッド使えるならね、結構無敵。料理できる声です。無理料理は私調べます。ブリでさ、これは違うんだよ。ブリしゃぶってみる。シャブって袋あれも今ないけど、このサイズ全部ご飯いいと思う。シャブに持ってくるのかな。かもしんない本当に。現行犯じゃないからな。見られてはないけど、
でも目の前に女の人がいた。目の前に女の人がいた。何もしてないかのようにダッシュで帰った。しかもノーパンで帰って、しかもその時ノーブラーだったから、でそれでパーカーだけだったから全部で靴も脱げたまま。あそこまだ過ぎてる。フロックスで。あバカちゃった。あうちじゃなかったよかった。いやそれもそうでしょう。あの元とか。うーって全然言ってないもの。あわかった。順番も。何話ありました。一瞬ちょっとびっくりしたけど、そんなにびっくりしてんのキッカ君だけだよ。なんなら別動隊のカメラの人なんかあえて撮りに行ったし。ブリでラーメンは臭くなる。臭くなる。うん、ダメだ。え、かわいい。最初にお湯で湯通ししないと臭くなる。お湯で湯通し。アイコ様じゃん。ボランティアで。えっていう。よいしょ。キカ、ちょっと挨拶をして。もしもし。ね、あのさ、え、なんか2個青を出してほしいんだけど。あ、オッケー。私、あの、なんだっけ、ブリを使って料理をしなきゃいけなくて、何がいいかな。何がいいと思う。お姉さん。うん。ブリしゃぶ。何それ。ブリシャブね。でも美味しい出汁を取って、うん、美味しい出汁。夜ご飯とかでさ、うん、出てるような感じの鍋に、ああ、ああいう感じの鍋を借りるんだったら、うん、ああいう感じにして、うん、そうすると温かい出汁に薄めにスライスしたブリをしゃぶしゃぶして、うん、なんか薬味とかさ、うわ美味しそうだね。うん。確かに、あ、そっか、そうすればさ、めっちゃ味を楽しめるのか。そう。確かに。うるさい、ゴジラ。ゴジラ、うるさい。ゴジラ、うるさいぞ。そう、なんか、それだったら、うん。まあ、簡単だし、うん。調味料を間違えて、失敗する可能性も、少ない。確かに。え、そうしようかな。でもさ、今ブリ茶漬けも出てるんだよね。あ、両方でもいいかな。ブリ茶漬けはいいね、いいね。それもいいと思う。ただどっちもあれだね、どっちも出汁が大事だね。そう、あ、じゃあそっか、共通の出汁を使ってなんか一石二鳥みたいな。あ、それもいいんじゃない。え、そうしようかな。だってさ、薬味をさ、いろんな種類さ、用意すればさ、なんかめっちゃ料理
の味を楽しめるじゃん。でも薬味がちょっと思いつかないんだけど。スーパー着きました。あ、着いちゃった。え、いつも食べてるお弁当にすんだったら、まあ、普通にポン酢とかネギとかおろしとか、うん、確かにみょうがとか生姜とかでもいいし。ブリラットだよ。何？もう一回待って、もう一回。ブリランドだよ。モモランドさんがブリランドだよって言いました。かわいいな、本当にモモちゃんは。今日の朝ラムネ食べたよ、モモ。あ、よかった。美味しかったやば。はい、ありがとね。うん、なんかまあいいんじゃない。うん、作ります。そう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 、そうだと思ったの。でもさ、逆にさ、みんなそうだと思って作らない説もあるよね。まあでも、そうそうそう、それじゃ あれにするね、しゃぶしゃぶに。うん、あのスライスだけうまいこと頑張って。分かった、うん、いい包丁使うわ。うん、それがいいと思うではありがとう、またね。ありがとうね、好きだよ。ありがとう、またね。チュッチュッはい、じゃあブリしゃぶ、ブリしゃぶとブリ茶漬けとチンジャオロース頑張ります。まあでもおかげで、おかげでビスメンバーの声が聞けたんでよかったです。そうですね、初登場ですか今回。今確かに。みんな気づいてました、ニコ生の方々は。聞こえてましたか声ちゃんと。よかった。みんな声が聞こえていたみたいで。あ、すいません。ゆりすげー。OK。よいしょ。では、行きますか。真ん中ぐらいまで。